広し稲荷神社は、東京都港区南麻布にある稲荷神社である。祭神は、丘の御霊の神、麻布お花畑の藤見五天の陳樹であった。五天は、元祭草節つもり屋敷であり、稲荷は、その頃からあったものという。1596年から1615年年間、将軍、徳川秀忠が、高刈りの際、この地に、休息のため立ち寄ったと伝えられる。 1698年3月28日、徳川将軍家の別荘、富士見御殿の落成とともに誕生された。1909年2月22日、広島稲荷と解消されたが、麻布宮村の千歳寺,寺が別当であったため、千蔵寺稲荷とも呼ばれていた。社殿は木造神明造りである。1845年、拝殿が青山火事と呼ばれる火災により消失したが、 その後、再建され今日に至っている。関東大震災後の1925年、本殿と平殿が建造された。1940年、紀元2600年記念事業として、宇治子、数形者の寄進により、境内整備が行われ、この時に、三木の高新棟を、社殿裏側道路に面した現在地に移転した。総本社は、伏見稲荷大社である。御神体は、 木造沖縄の立像で商売繁盛、五穀豊穣、過剰子後の神として信仰を集めている。拝殿天井には竜が描かれており、これは日本洋画家の先駆、高橋唯一の日本画最後の作で港区指定文化財となっている。ありがとうございます。